森本敦子役を演じさせていただきました小芝風花です。私自身はこうやって人の前に立つお仕事をさせていただいてるんですけど、敦子は本当に普通の女性で、夫を殺した犯人じゃないかっていう目で見られる恐怖っていうのが、こう撮影に入ってからものすごく怖くなって、こうみんなが私のことを犯人と思ってるんじゃないかっていう恐怖だったりとか、でも訂正記事書きましたって持ってきてもらった記事がすごいちっちゃくてびっくりしたのは覚えてます。訂正ちっちゃーと思って、あ、実際でもこういう感じなんだなっていう。で、今こうやって皆さんの前にこう立って、改めてこの作品撮ってる最中だからだと思うんですけど、すごく怖くて、なんかなんかこの言葉を間違えてたらどうしようとか、なんか意図しない方向に乗ったらどうしようっていう恐怖で、こう何話していいかが分からなくなって、あの温かい記事をよろしくお願いします。ありがとうございます。オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、小芝風花です。ドラマ歪んだ波紋は、誤報によって、他人の人生を狂わせてしまった記者など、メディアの中に生きる様々な記者と報道のあり方について描いた社会派ドラマになっております。あの原作も読ませていただいたんですけど、原作よりもドラマは私が演じさせてもらった森本敦子の役設定というか、その家族の関係性だったり、結構深くこう広げていただいてて、頼れる家族もいなくて、その中で亡くなった旦那さんの子供を一人で産んで育てなきゃいけない、でも23歳の若さでこう仕事もご褒によってなかなかつけなくて、もう居場所もないし、こう現実的に考えて産めるのかなって、こう不安になったり怖かったりっていうのを一人で抱えていかなきゃいけないっていう役だったので、結構重かったです。すごく演じてて苦しいなって思うところも多かったですし、でも年齢が私実年齢と一つしか変わらなかったりとか、置かれてる状況は私とは全然違うんですけど、セリフを話しててもこうすぐにこう敦子の気持ちがこうググってこう苦しくなる感じとかがこう掴みやすくて、敦子の部屋のシーンの時には旦那さんの遺影とかも飾ってあったりとか、どんどん話が進んでいくにつれてお腹が大きくなってきたりとかっていうのでも、なんかすごく胸が苦しくなったり、この子を自分で一人で育てられるのかなっていう不安と、でもすごく愛しい気持ちもあって、この小さな命に支えられてるけど、こう本当に脆い敦子の心情をうまく表現できたらなと思い撮影しております。私自身大きな誤報はないんですけど、こういうお仕事柄こう取り上げていただくこととかも、こう取材していただくこととかもあって、そのそういうつもりで話してないのに、ここだけ切り取って見出しに出されたら意味変わっちゃうなっていう怖さとかはやっぱりありますね。その先ほど制作発表を出させていただいたんですけど、こう目の前にたくさんの記者が来ていただいて、いつもはあ、こんなにたくさんの方が来てくださったんだ、たくさんこの作品を広めていただける、お手伝いしていただけるんだ、嬉しいっていう気持ちが一番強かったんですけど、この言葉の恐怖、自分の言葉がそのすごく怖くなってしまって、自分がちゃんとしててもこうどんどん人に伝わっていくにつれて変わっていくこともあるので、せめて自分で発した言葉だけは責任が持てるようにこうしたいなと、少しずつですけど勉強したいなと思います。ドラマ歪んだ波紋は NHKBS プレミアムにて日曜夜10時から放送です。調べたら何でも出てくる便利な世の中だからこそ、この作品でその便利な面と、だからこそ怖い面とっていうのをしっかり感じていただけたらなと、幅広い年代の方に見ていただきたい作品です。ぜひ見てください。よろしくお願いします。以上、小芝風花でした。バイバイ。